の名前は沢北。いや、名前なんてどうだっていい。テルハシさんとの二人三脚絶対勝とうね。はい。君には300点が加算されます。君の一生の思い出しかと見届けたぞ。書かれているものを借りてきてください。簡単じゃねえこれ。よいしょっと。お、サイキ。おい大丈夫かサイキ。おい、あんまり揺らさない方が。お前その顔は。この世界は間もなく終わりの時を迎える。あ、意識が戻ったみたいだぞ。ごめん、やっぱ大丈夫だわ。みんな悪い。何やってんだよねんだ。これにて午前の部は終了となります。僕の頭の左側にあるこれは制御装置だ。僕は生まれつき超能力を僕が想像しただけで世界を作り変えてしまうマインドコントロール能力だ。そのため僕は超能力を抑えるための装置を頭に。おい相棒。まずい、このまま帰らせてもらうか。瞬間移動相棒。お、佐伯くんの分も頑張るぞ。引け引け、ハートに縛れ。もたれ力すべてぶつかる。できる、できるんだ。あ、さ、3組の勝ち。これが僕ら3組のパワーさ。3組調子悪いっすね。こりゃうちの2組が優勝っすかね。知るか、興味ない。もし僕らが負けたら坊主になろう。マジっすか。これは僕の覚悟の問題だからね。全クラス一斉にスタートしました。シュッ、おら、シュッ、何やってんだ。一度に何個。シュ、全然届いてねえぞボケ。3組は83個。倍以上。やりすぎ。4組は100個。クロを使うのが禁止なんてルールブックには書いてないからね。それは賭けを運営。絶対ビリでは回さない。タンク粘土くん早い早い。みんなよくやった。あとはこのまま佐伯くんにつなぐ。佐伯くんすまない。先に仕掛けてきたのはそっち。そういえば体の自由が効かないんだったな。丸刈りはあれは2組に負けたらって話だろ。勝ったじゃん俺ら。オフ。とにかく非常ベルが鳴ったら指示に従って校庭に避難するんだ。じゃあおい火事だ、消火器持ってこいだろ。相変わらずバカだな貴様は。1階の理科室で火災発生。非常ベルの音ってなんか焦っちゃう。私もズキンどっか行っちゃうみたい。テルハシさんもかい。これ使って。俺の、あ、やっべスマホ忘れた。おい高橋、列から離れてどこ行きだ。無理やりすぎるだろ。よし、あともう少しだ。うわ、屋外に通じる道に鍵のかかったシャッ。1階の理科室で火災発生。本当に火事であれば使えない通路だ。よし、ぶち破るぞ。本当の火事なら真っ先に死ぬタイプだ。まあそもそも避難訓練なんてこの学校には必要ないんだがな。こっちは3個入りで183円という破格のお値段。2つ食べても122円。138円のゼリーより安い。それならばこちらの質で十分補える。やはり肝心なのは量より質だ。やはりこっちか。たかがコーヒーゼリー1個に。ご納得いかなければ工場を潰す。さらにその場所から同価値の何かをアポートしなくてはならない。まずい、潰れる。サイコキネス。あれ、僕のボール知りません。んな遠くには行ってねえよな。いや、行ったよ。あれは死んじゃったおじいちゃんからもらった大事なボールなんだ。そっか。アポート。お、見つけてくれたの。ありがとうお兄ちゃん。こないだのお礼だって。何かいいことしたの。いいことをするのはいいことだな。タケル占いの館に行ったって。もうバッチリよ、千代ともやり直せるってさ。相棒聞いたかよ、すぐそこの占いの店。占いの館だろ。占いなんて興味はないぞ。だが万が一本物の預言者ならダークリユニオンに狙われる可能性がある。はじめまして、私はクレアボヤンスミキコ。普通の人じゃないわね。そう、あなたは今友達や人間関係のことで悩んでいる。ああそうだ、俺はそのことで悩んでいる。一体長々語ってたけど、要するにあなたこのネックレスをつけるといい。これで佐伯も友達になってくれるのか。ちょろいガキ、何が組織よアホらしい。友達はそんなものに頼らず自分で作るんだな。おお、相棒チビもいるじゃねえか。このネックレス、やれやれ、またこいつらと一緒か。あれ佐伯くん、何やってるの。オフってテルハシさん。おい見ろやれ、うかつだった。なぜならテルハシさんは最も注意すべき相手。全く気持ち悪いが、これが普通の反応なのだ。テルハシさんにとってこの世界一可愛い私と食事ができるんですもの。とにかく今日こそあいつを私の美貌でオフと言わせてやるんだから。僕は彼女に目をつけられて。ここがマジうめえんだってよ。ちょっと休養ができちゃって帰るね。ええ、それにより2人の好感度ダウン。テルハシさんはこんな汚い店嫌だよね。ねえテルハシさん。平気だよ。帰れない。今帰ったらそういう理由で帰ったと思われる。まあ本当に無理しない方がいいんじゃない。平気よ、問題は味だよ。吹っ切れたわ。お、店長ラーメン4つ。はい、4つね。オフ。想像を裏切ることなくストレートに。70億人を幻滅させるわけには。やめた方がいいと思う。
俺の名前はトリツカレータ、霊能力者っす。俺は生まれつき幽霊を見ることができる。今日校門で持ち物検査やってた？美形学園？ああ、やってたよ。そう、情報さ、あの子のパンティーは何色か見てこい幽霊。いや、悪いがそれはできない。彼女のプライバシーに関わること。そうだ、この力で占い霊媒師とか始めればいいんじゃないっすか。この子の体操着がないんだけど。その体操着俺が見つける。何か心当たりはないっすかね。ついさっきだよ。あれは確か教頭先生と重なって遊んでた時かな。あいつだ。待ってください。守護霊として。じゃあいいや。この学校には何でも見通すめちゃくちゃ怖い超能力者がいるんすよ。あれ、いない。その体操着やっぱりあんたの仕業だったのね。変わってもらっちゃってありがとう。僕は目を覚まして 0.2 秒で理解した。超能力が使えなくなったこと。僕は解放されたんだ、超能力という呪いから。やった、やったぞ。夢を見るとき、そして頭痛がするとき、僕は予知能力に目覚める。未来の出来事をあらかじめ知ることができる能力だ。僕は自分に被害や不利益が生じるものに関してのみ行動する。結果的に他人を救うことになることもあるが、ある種奇跡的とも言える出来事の連続である。もしも仮にこの石を取り除かなかった場合、彼女は石を見入る男性ライダー、バイクはスタイリッシュにガソリンスタンドへ。大爆発。どんな出来事もきっかけは些細なことだし、些細なことで防ぐこともできる。先生、倉庫からストーブに使う灯油を持って。職員室とサウナにするんじゃないんだ。今日日直だったぜ、急がねえと。大変だぜ、殺すだ。猫超可愛い。おいでおいで。よく聞かれる質問に、犬派か猫派かというのが。いや、すくさわんじゃねえよ、人かのメスが。佐藤さんか鈴木さんかと聞かれるようなものだ。ん？おお、編長と待って待って。やれやれ、面倒だ。さあ助けろ。場合によっては懐いていらんこともにゃいぞ。なんだ、待って、わかった。鳥、僕は猫だぞ。誇り高きエリート生物の僕がゲームのリセットボタンを押しても許せ。助けてください。だ、最後のチャンスだ。次はもう戻ってこない。助けてください。さっさと出ろ。パパ、そのお腹何？下劣なやつでしょ。出しなさい、お下劣。あ、ま、猫。ごめんね、私猫アレルギーなの。残念だったな。一見幸せそうに見えてる。いるわけね。嫌な予感がする。